はい、バットレトロゲームチャンネルです。今日はですね、電車でゴール上辺やっていきたいと思います。で、ボッチャン列車ね、やっていきたいと思います。昼も運転、夜はできないんだ。夕方やりましょうか。夜は走ってないんですね。まあ、夕方やって、あと3回ぐらい、3、4回、4回ぐらいやんないとダメかな。前回500点ギリギリだったんだよね。お待たせいたしました。大海道まで参ります。前回500点ギリギリだったんで、ちょっとね、ご乗車の方はお急ぎください。前回よりはね、点数まもなく高得点列車発車いたします。ご乗車の方はお急ぎください。はい、じゃあ坊ちゃん列車発車いたします。足元にご注意ください。はい、じゃあ行きましょう。はい、出発進行。発車オーライ。失礼します。失礼いたします。この支点で走ってきます。本日はごっちゃん列車にご乗車くださいまして、走ってる、誠にありがとうございます。全然見えない。私どもの伊予鉄道はこれくらい、明治21年10月に日本で最初の軽便鉄道として、松山三つ間 6.8 キロの区間に全然わかんない機関車を走らせました。ごっちゃん列車の愛称は夏目漱石の小説ごっちゃんの中で、乗車した感想を乗り込んでみるとマッチ箱のような汽車、コトコト5分ばかり動いたと思ったらもう降りなければならないと紹介されたことからごっちゃん列車と言われるようになりました。このごっちゃん列車は蒸気機関車からディーゼル機関車に変わってはいるものの、限りなく忠実に復元しています。まあ、こういう感じで行けます。本日は明治時代にタイムスリップした気分を味わってください。失礼いたします。このアナウンサー毎回ね、一緒なんですぐ飽きちゃうかもしれないですね。何キロぐらいなんですか。このもう一個信号があって、ちょっとスピード出してみようかな。失礼します。はい、失礼いたします。まあ、皆様、右手に見えてまいります建物は愛媛県文化会館でございます。総工費は202億円を要し、メインホールは3000人を収容することができます。右だからここです。各種会議や講演会など人々の多様な交流を通じ、人類の平和を願うものであります。信号を往来いたします。信号を往来。次、上一番ですね。18キロで進んでいきます。書いてるけど、じゃあこれぐらいでいい。信号操作あるんですね。なんかここは楽々。じゃあ18で運動往来で運動往来。進入許可と検討往来。進入許可と検討進行ってなってるか、これに騙されちゃうんですよね。まあこういう感じで行きます。10キロぐらい。で、進行信号往来、信号往来。ちょっと早いか。
紙一枚。あと30秒あります。ありがとうございました。お待たせいたしました。ちゃんと湯気前まで参ります。ご乗車の方はお急ぎください。まもなくごっちゃん列車発車いたします。ご乗車の方はお急ぎください。乗降の際足元にご注意ください。はい、じゃあ行きます。信号待ちです。しばらくお待ちくださいって言わないと。県庁前、
たします。失礼いたします。本日はバッチ箱のような列車にご乗車くださいまして誠にありがとうございます。私どもの伊予鉄道は明治21年10月に日本で最初の軽便鉄道として割れてます、ね、当たり前ですけど松山三つ間 6.8 キロの区間に蒸気機関車を走らせました。ごっちゃん列車の愛称は夏目漱石の小説ごっちゃんの中で乗車した感想を乗り込んでみるとマッチ箱のような汽車だ。遅れてるし。ことこと5分ばかり動いたと思ったらもう降りなければならないと紹介されたことからごっちゃん列車と呼ばれるようになりました。このごっちゃん列車は蒸気機関車からダビゼル機関車に変わってはいるものの限りなく中心に運転しています。本日は明治時代にタイムスリップした気分を味わってください。失礼いたします。まあ、こういう感じで失礼します。次は市役所前。まもなく左手に見えてまいります11階建ての白い建物は47万市民の姿勢を預かる松山市役所本館でございます。市役所前。この辺りの地下一帯は潤いのある人に優しい地下空間として、約500台収容の駐輪場、290台収容の駐車場のほか市民の憩いの広場になっております。ここがね、ここに引っかかっちゃう。ここはブレーキをかけてまた遅れちゃうね、これ。で、こっから OK。信号です。このスピード出したもん。信号ない。信号ない。なに？あ、次はそのまんま行って。次は南堀場タクシーか。この左に行くんで。ここでちょっと難しくなって、発車すればいいんじゃないですか。松山市駅前、伊予鉄百貨店前、終点でございます。私ども、伊予鉄道の創業の地であります、松山市駅前は、松山市の南の玄関口にあたり、電車、バスの発着地で、一日およそ10万人の人々が乗り降りしております。また、松山市で、最大のショッピングストリート、運転街、東海道は、ファッションビルや雑貨店、書店などあらゆるショップが揃っております。本日はごっちゃん列車にご乗車くださいまして誠にありがとうございました。なお到着後機関車の向きを変えますのでぜひご覧ください。失礼いたします。まあ、伊予鉄百貨店というのは高島ですね。ございました。観覧車もあるんですよね。珍しいなと思いまして、なんか松山城から観覧車らしきものが見えたんで何だろうと思ったら行ったんですけど、行ったはいいんですけどね、観覧車は乗らなかったですけど。
再加速。あら、ズブーってやっちゃう。まあこういう風に。お待たせいたしました。松山駅前まで参ります。ご乗車の方はお急ぎください。まもなく坊ちゃん列車発車いたします。ご乗車の方はお急ぎください。乗降の際足元にご注意ください。はい。じゃあ行きます。あ、回転させるんです。手動で回転させる。またアナログですよね。はい、じゃあ発車いたします。発車オーライ、発車オーライ。失礼します。失礼いたします。降り場と本日は坊ちゃん列車にご乗車くださいまして誠にありがとうございます。私どもの伊予鉄道は明治21年10月に日本で最初の軽電鉄道として松山三津間6.8 キロの区間に蒸気機関車を走らせました。ポイント操作なし、左側に行きます。坊ちゃん列車の愛称は夏目漱石の小説坊ちゃんの中で乗車した感想を乗り込んでみるとマッチ箱のような汽車がことこと5分ばかり動いたと思ったらもう降りなければならないと紹介されたことから坊ちゃん列車と言われるようになりました。この坊ちゃん列車は蒸気機関車からディーゼル機関車に変わってはいるものの限りなく忠実に復元しています。はい、進行。本日は明治時代にタイムスリップした気分を味わってください。失礼いたします。そのまま通過して行け。あ、やべ。あれ信号無視。あら、あ、これが分かんないんだよ。初見じゃ分かんないね、これ。ここ停留所だったの実は。信号よく分かんないんだよ。あ、停留所だったんだ。だからか。原点ですね。次は石堀場と。まあまあ基本まず1と2しか使わないのか。で開通標準と。ポイント JR 往来で左に行きます。5か往来で進行ですね。ここのあれがよくわかんないんです。本郷往来、林道往来。で、このままこのペースで行けば行けますね。全然遅れてるっていう。通過。はい、失礼します。失礼いたします。どうして皆様今走っておりますこの通りを大手橋と申します。城下町にはどこにでもある名前ですが昔松山城の大手門に通じていたところから大手町と呼ばれています。左手の駅は大手町でございます。信号往来、信号、これから通過する線路は私の伊予鉄道の郊外電車高浜線でございます。鉄道線と軌道線が平面交差をしているところは全国でもここだけでございまして鉄道マニアの方がよく撮影に来られております。失礼いたします。ここは通過
かしいな結構。で、まあ、前行け。ここも行け。失礼します。失礼いたします。皆様、正面に見えています建物が JR 予算線松山駅でございます。新車です。駅前のロータリーの中に硫黄の青石でできた大きな区碑がございます。春や昔、15万石の城下かな、俳人正岡式の区碑で、のどかな城下町を詠んだ俳句の都、松山にふさわしい句でございます。本日は、坊ちゃん列車にご乗車くださいまして、誠にありがとうございました。短い時間ではございましたが、明治時代にタイムスリップした気分を味わっていただけましたでしょうか。まもなく松山駅前、終点でございます。隠し決定もあるんですけどね、隠し決定を押す余裕ないの、これ。ありがとうございました。ありがとうございました。まあ、10キロ近くって言って、まあ、ブレーキの効きはいいんでね、そのこれでも結構十分ブレーキね、 0.5、 あ、 1.0 6 5 3 2、 ブレーキ。お待たせいたしました。小松山駅まで向かい、一旦停車し、また松山駅前まで取り返してまいります。今日プラス1点しか乗られてない。お急ぎください。まもなく、ごっちゃん列車発車いたします。はい。ご乗車の方はお急ぎください。足元に。乗降の際、足元にご注意ください。ご注意ください。はい、進行。信号往来。信号。次は宮田町です。失礼いたします。本日は、ごっちゃん列車にご乗車くださいまして、誠にありがとうございます。私どもの伊予鉄道は明治21年10月に日本で最初の経電鉄道として、でもこんだけ同じ話を繰り返されると覚えちゃうかも。 6.8 キロの区間に蒸気機関車を走らせました。明治21年だとバッチバックだね。夏目漱石、夏目漱石の小説坊ちゃんの中で乗車した感想を乗り込んでみると、マッチ箱のような汽車、コトコトボギーばかり動いたと思ったら、もう降りなければならないと紹介されたことから、坊ちゃん列車と言われるようになりました。あれ、福祉系的ってどこなの？この坊ちゃん列車は、蒸気機関車からディーゼル機関車に変わってはいるものの、限りなく忠実に復元しています。本日、失礼いたします。皆様、まもなく小町駅に到着いたします。もう一回新しいの入れて、小町駅で坊ちゃん列車の向きを変えますので、アナウンスし直す。一旦下車していただきます。なお、到着後機関車の向きを変える様子をぜひご覧ください。失礼いたします。でもこれ難しいよ。ハードだったらいいけどね。ベビーハードだとちょっと大変。どんな感じでスピード出していけばいいのか分かんないけど。ああ、10キロぐらいでもちょうどいいな。時間調整しなきゃまずいか、これ。まあ、1.0 でもまあまあね、ブレーキの効きがいいんで、まあいいですね、これは。
構でも惰性だとスピード落ちるね。これあ、これ再加速だな。難しいなこれ。再加速はするわ。なんかやったよね。ああ再加速なかなか難しいですね。前回何点だったっけな持ち点。ああまた松山駅に戻んだ。忙しいね。何回も展開するんだ。あ、停止。これ電車の入れ違いか。入れ違いっていうか、行き違いっていうか。全然見えないけど、ね、電車走る。ああ、見えない。今見えました。はい、出発進行。発車往来、発車往来。失礼します。失礼いたします。宮田町に戻り。皆様、大変お待たせいたしました。ごっちゃん列車の向きを変える様子を見ていただけましたでしょうか。ごっちゃん列車は、明治時代に走った機関車に限りなく忠実に復元されていますが、最新のハイテク機器が搭載されております。失礼いたします。宮田町。あ、ここはのんびり。のんびりって、のんびり運転できるか。何回やっても覚えられない。しかし。まあでもね、こういうぽっちゃん列車を運転できるっていうのはいいんです。まあ僕松山行った時はね、ぽっちゃん列車走ってなかったんで乗れなかったんですけど、乗りたかったんですけどね。通過。怪人正岡子規の筆でのどかな城下町を詠んだ俳句の都松山にふさわしい句でございます。本日は坊ちゃん列車にご乗車くださいまして誠にありがとうございました。短い時間ではございましたが、明治時代にタイムスリップした気分を味わっていただけましたでしょうか。まもなく松山駅前、松山駅前終点でございます。失礼いたします。ありがとうございました。ありがとうございました。4、3、2、1、 K。 お待たせいたしました。市駅前まで参ります。ご乗車の方はお急ぎください。まもなくロッキャン列車発車いたします。帰って、あ、いいのか。ご乗車の方はお急ぎください。はい、お急ぎください。乗降、はい、発車往来、発車往来。失礼します。失礼いたします。本日はごっちゃん列車にご乗車くださいまして誠にありがとうございます。私どもの伊予鉄道は、次は大手町、明治21年10月に日本で最初の京浜鉄道として松山三津間 6.8 キロの区間に蒸気機関車を走らせました。坊ちゃん列車の愛称は夏目漱石の小説坊ちゃんの中で、乗車した感想を乗り込んでみるとマッチ箱のような汽車だ、トトトと5分ばかり動いたと思ったらもう降りなければならないと紹介されたことから、
結構坊ちゃん列車と言われるようになりました。この坊ちゃん列車は蒸気機関車からディーゼル機関車に変わってはいるものの、限りなく忠実に復元しています。本日は明治時代にタイムスリップした気分を味わってください。西堀場、失礼いたします。はい、行きます。でここの信号を通過しましょう。はい、はい、駅を通過するってあんまないからね、慣れないよね。あ、ここ早いんで、だいぶ前に行かないんで。あ、ここはいい。運動往来、運動往来。で、次、南堀場。次は右に行かなきゃいけない。次は右に行くのでポイント操作をしなければいけない。インド停車装置、上昇往来、上昇往来、インド往来、インド往来。まあ、ここで止まり。開通表示灯点灯往来。開通表示灯点灯往来。開通表示灯点灯往来。運動往来。チェリア運動往来。チェリアなかった。往来。次は市駅前。失礼します。失礼いたします。まもなく松山市駅前、伊予鉄百貨店前終点でございます。私ども伊予鉄道の創業の地であります松山市駅前は、松山市の南の玄関口にあたり、電車バスの発着地で1日およそ10万人の人々が乗り降りしております。また松山市で最大のショッピングストリート、日本海、大街道は、ファッションビルや雑貨店、書店など、あらゆるショップが揃っております。本日は、坊ちゃん列車にご乗車くださいまして、誠にありがとうございました。なお、到着後、機関車の向きを変えますので、ぜひご覧ください。ああ、信号無視か。失礼いたします。全然見てなかった。ありがとうございました。また減点。信号往来、信号往来。全然信号。今の感じだと人引いてたね、完璧。
かなか慣れないな、これ本当に。3、2、はい、お待たせいたしました。東海道まで参ります。まあ、前回ご乗車の方はお急ぎください。でも信号しかなくごっちゃん列車発車いたします。ご乗車の方はお急ぎください。はい、またポイント操作が南堀端ですね。次はあ、怖いのか。発車往来、発車往来。失礼します。失礼いたします。本日は、ごっちゃん列車にご乗車くださいまして、誠にありがとうございます。私どもの伊予鉄道は、明治21年10月に、日本で最初の軽便鉄道として、松山三津間、6.8 号の区間に、蒸気機関車を走らせました。ごっちゃん列車の愛称は夏目漱石の小説ごっちゃんの中で、乗車した感想を乗り込んでみると、まあ、木箱のような汽車だ。コトコト5分ばかり動いたと思ったらもう降りなければならないと紹介されたことからごっちゃん列車と言われるようになりました。このごっちゃん列車は蒸気機関車からディーゼル機関車に変わってはいるものの、限りなく忠実に復元しています。本日は明治時代にタイムスリップした気分を味わってください。失礼いたします。開通表示灯点灯往来、開通表示灯点灯往来。ポイント、どこ行き、到来。危ない。で、タイム待つね。南堀端通過して信号がある。タイム待つもんね、これ D2 取れない。と呼ばれており、松山市の中央、高さ132メートルの山の上にそびえ立っております。それは通過なんだ。加藤義明は関ヶ原の戦いで手柄を立て、その功績で松山20万石の大名に抜擢され、8年間かけて天守閣を、合計26年の歳月を重ね、城下町松山を築きました。失礼いたします。どうしよう、これやめた方がいいか。ちょっと諦めよう。失礼します。失礼いたします。では県庁前、皆様左手に見えます左右対称の建物は150万県民の母屋、愛媛県庁本館でございます。はい、これで失礼いたします。県庁通過して、結構スピード出さないとまずいかも。本号往来、本号往来。信号が
大丈夫か。K2。K2。で、次は大海道。まもなく大海道、大海道終点でございます。左手の大海道商店街は中央ドーム屋根方式のアーケードになっており、幅15メートル、延長483メートル、松山一番の繁華街でございます。本日は坊ちゃん列車にご乗車くださいまして誠にありがとうございました。本郷往来短い時間ではございましたが、明治時代にタイムスリップした気分を味わっていただけましたでしょうか。うわ、危ねえ。まもなく、ぶつかったかと思った。終点でございます。事故ると12ポイント減いたします。ありがとうございました。ありがとうございました。減点食らおうかと思って。ああいうのがあるんですよね。6、5、4、3、2、1、OK。お待たせいたしました。道後温泉まで参ります。ご乗車の方はお急ぎください。まもなく坊ちゃん列車発車いたします。ご乗車の方はお急ぎください。はい、急ぎください。乗降の際足元にご注意。はい、発車いたします。信号往来、信号往来でします。失礼いたします。信号往来、信号往来、坊ちゃん列車にご乗車くださいまして誠にありがとうございます。私どもの伊予鉄道は明治21年10月に日本で最初の軽便鉄道として松山三津間 6.8 キロの区間に蒸気機関車を走らせました。坊ちゃん列車の愛称は夏目漱石の小説坊ちゃんの中で乗車した感想を、乗り込んでみるとマッチ箱のような汽車だ。結構真面目にやってるけど動いたと思ったらもう降りなければならない機能を紹介されたことから坊ちゃん列車と言われるようになりました。ノーミスでクリアできないね。この坊ちゃん列車は蒸気機関車から前回の形に変わってはいるものの、そういうことは限りなく忠実に復元しています。電車来てんだから、ね、本日は待たなきゃ。あれ右折が一番弱いに剥がったっけ。タイムスリップした気分を味わってください。失礼いたします。これ見えないこの視点から、ね、まず無理です。ここは通過ですね。とりあえずこの速度で行って、松山町、しかも遅れてるし、次は警察署まで。視点からだともう対向車見えないの。OK、これで行きます。運動往来、運動往来、まあ、それでなくても坊ちゃん列車って少ないから1個事故で使えなくなっちゃうと死活問題。観光列車だし、上市場。運動往来、運動往来、高等伝統往来、運動高等伝統往来、運動上昇往来、上昇往来、運動往来、運動往来。こっちって言わないです。まあこれで開通表示灯点灯往来って。
通表示灯点灯往来、開通表示灯点灯往来、進路表示灯点灯往来、進路表示灯点灯往来と道後行き往来、ポイント道後行き往来、進路制御装置降下降下往来、いや信号いっぱい多いな。信号来、信号往来、こんな怖くなってくるよね。あんだけ2回事故を起こしてるから、1回事故を起こしてもらって1回事故ってるから、メインホールは3000人を収容することができます。各種会議や講演会など、統合往来との多様な交流を通じ、人類の平和を願うものであります。失礼いたします。まもなく道後、道後温泉駅終点でございます。道後温泉駅って本日は最初道後って言ってたのにご乗車くださいまして誠にありがとうございました。1,7,6,5,4,3,2,1 失礼いたします。4,3,2,1 ありがとうございました。ありがとうございました。まあこういう感じです。30点いかなかったか。12点減点食らう。はい、全区間走破です。もう100点いかないだろうね、これ。多分500点いかないと思う。ああ、533点いってますね。はい。まあ、こういう感じで、終わりにしたいと思います。ありがとうございました。お疲れ様でした。
電車で GO! 旅情編。